成人君主なら肉まんとの誕生日プレゼント断れます。そこが美咲さんのいいところです。そうですね。僕が成人君主の、えー、っと、ちゃんとした人間であれば、肉まんから受けたアテンドの女の子を家に入れたりとかはしないと思います。はい。しないですね。はい。普通に、まあ、この間も、まあ、本当返す予定だったんですけど、なんだか、結構なんかこう、に、あ、あなんかこう、心に刺さってる感じだったんで、まあ、ちょっとはい。まあ、 また、こういうこと言うと叩かれるんで、やめようかなと思うんですけど、まあ、ちょっと、はい。あの、すいません。させてください。で、アテンドのいいところ、これ、アテンドの話、真面目に語っていいですかアテン、まぁ、あ、くったらねえと思うんで、くったらねえ話なんですけど、アテンドのいいところ、肉まんがやってくれてるアテンド、今まで2回受けました。これ、マジですごくて、だって、それ女性がね、 まあ多分肉まんはどういう人脈とかどういうなんか裏のルートがあるのか分かんないですけど本当に女の子を送ってくるんですよ。本当に2回受けたんで2回来たんですよ。まあ、誕生日プレゼントと通院祝いとか言って。まあ、何のプレゼントやねんって話なんですけど。嘘だと思ってやったら本当に来たんですよ。 で、これのいいところは、多分肉まんが青汁王子に会いたい人みたいなことをいろんな人に送ってて、そこで当然僕のこと嫌いな人もいると思う。そういう人は青汁王子なんか会いたくない、いりませんって言うじゃないですか。会いたいよっていう人だけ送り込んできてると思うんですよ。まあ向こうも分かってるてくるんだよ。だから、すごく僕はそれはいいことだなと思っていて、今やっぱこうある程度こう影響力を手に入れちゃうと、なんか女の子に対して口説いたりとか、なんかこうそういうことをするのが怖くなるんですよね。 なんかもう、それこそ、なんか暴露されたりとか、まあガーシーチャンネル行ったりとか、わかんないですけど、今そういう時代だから、みんな億になってるんですよ。でも肉まんが事前にプロセスを踏んでくれて、それでオッケーな状態で来るから、それほど楽なことはない。これは、マジで。うん。やばいっす。で、こういうことが多分世の中、芸能人は、本当にたくさんあるんだと思う。 だからガーシーさんはいっぱいいろんな闇を持ってるんだと思う。肉まんの役を多分ガーシーさんが、僕で言う肉まんの役をガーシーさんは今までたくさんしてきたなと思う。だから LINE の履歴とかもあるし、ネタがたくさんあるのよ。うん。まあ、それはね、でも、ね、あるわなって感じじゃないですか。だから僕が肉まんに対してこれからなんか変なことをしたりとか、肉まんを無視するようなことをしたりしたら、そういうアテンドの履歴を全部さらされるんじゃないかなと思ってる。はい。 僕は全部さらされると思う。青汁王子にアテンドした女の子はこれですとか、その後送ってる青汁王子が送ったら今これですとか、やるんじゃないかなと思ってる。だから、それを見越して、ちゃんと俺は言ってるのよ。こうやって。もうこうやって自分で言っとけば、肉まんにいくら暴露されても怖くないんで。はい。や、ですね。うん。まあ、だからガーシーさんはすごい色い々ろいろ、持ってますね。多分。こういうこと本当にあるんだなって俺肉まんにやられると思ったもん。だから六本木のガーシーって呼んでるよ、肉まん。 やばいっす。はい。毎回肉まんの話するじゃん。そう、毎回肉まんの話とかないと晒されたら嫌なんで。はい。肉まんに暴露されたら嫌なんで。はい。あの、毎回肉まんの話をして肉まんの機嫌を取れ、取るようにしてます。はい。 まあ、やらないと思ったけど、言ってたけど、絶対誘惑に負けると思いました。まあ、そうですね。すいません。はい。まあ、そう、そういう人間なんで僕は。はい。そういう人間なんですよ。今まで。うん。まあ、正直多分 YouTuber で、そうやって、アテンド受けましたって、自慢げにこうやって、話したやつと僕ぐらいだと思いますよ。ぶっちゃけ。普通隠すじゃないですか。別に失うものがないんで、正直。うん。だから何って感じなんで、はい。全然余裕です。最低野郎です。<laughs> はい。すいません。最低野郎です。 最低野郎です。最低ジルって読んでください。はい。うん、えー、岡田真由美さん6100円ありがとうございます。はい。うん、雪国の配信ないですか雪国の配信は、えーと、ないですね。 まあこいい、これも言っていいのかなこれも言っていいのかなって感じなんですけど、えっ、ー、と、雪きには、えっ、ー、と、肉まんの話なんですけど、これマジで。肉まんがですね、肉まんって結構、もうこれ暴露しちゃいます、逆に肉まんのこと。芸能人と、いろいろ関係があるんですよ。今までは、まあ、その AKB の、まあ、女の子とか、ある女優さんとか、まあ、そういう人と肉まんは関係を持ってました。本人は、それを隠してますけど、僕は、知ってます。 はい。で、えー、あるユーチューバーともですね、肉まんは、えー、関係があったんですよ。で、その女の子は、まあ、あの、まあ、女性のユーチューバーで、まあ、名前言ってしまうとですね、まあ、あの、僕は枠路系じゃないんであれなんですけど、肉まんは、えー、その、女性ユーチューバーと、えー、関係を持ってました。で、その女性ユーチューバー結構、まあ、いろいろ一文着あった人で、まあ、某、某なんとかチームさんと裁判したりとか、まあ、いろいろあった方なんですよね。 うん。まあ、名前は言わんけど。で、その、そういう人と肉まんは、まあ、いわゆる、セフレっていうんですか。そういう関係にありました。これは僕は、あの、見知ってます。はい。言わなかったんですけど。で、そういう状況で、えっ、ー、と、キララちゃんとかが、いや、肉まんさすがに、私のマネージャーなのに、 そういうね、ことをするのはちょっと違うんじゃないのっていうことを、えー、言い出して、肉まんの底行がですね、結構雪国の中で問題になりました。それはキララちゃんの気持ちはめちゃくちゃ僕は分かります。キララちゃんってイメージ、ね、イメージ商売とか人気商売なのに、マネージャーがね、もしそういうことをやってて、えー、世の中に公になったら、それ目も当てられないじゃないですか。それはないでしょって。うん。 だから、えっ、ー、と、最近、雪国の撮影は、えー、それ以降、えー、なくなりました。で、おそらく、肉まんは、僕に、それを口止めしたくて、アテンドしてきてるんじゃないかなと、踏んでます。はい。だから肉まんは、意外とやり手です。それだけは言っときます。はい。気をつけてください、皆さん。